さき、おじさんはいつかテーマパークを作る。それもテレビゲームを題材にしたやつだ。お前も思うだろう。テレビゲームの中のヒーローやヒロインに会ってみたい。あんなところに行ってみたいってさ。まもなく金浜駅、金浜駅。
皆様、本日はようこそ金堂ブロッサムランドにお越しくださいました。このテーマパークをプロデュースしましたゲームクリエイターの稲船でございます。ブロッサムランドですが、あれを見ろ。なんなのあれ、もしかして仕込み？
テーマパークのマスコット、カメノブーは全館に始末しました。ここからはこの私、ワルドビルが実況を握ることになりました。よろしく。私がこの世で一番大事なもの、それはお金。そして一番許せないもの、それは無駄遣い。というわけで、この無駄金をリミスのごとく使った無駄施設、この金のブロッサム、略して金のブランド、この場で流れ始めます。
クリアできれば、その日の爆破は中止。もし、解けなかったら爆破が起こって、なんとか僕にはこのランドを作ってから、パワーです。お出ましみたいだな。やっと。まったく待ちくたびれたよ。しかし声はそれども姿が見えませんね。一体どこから。あそこだ。
あの像の裏から声が聞こえる。魔王って自分で言うか普通。自由奔放な方ですね。雑談タイムって言われてもさ、本当に自己紹介とかするの？まあ、魔王への旅を共にするとなりゃ、名前が必要になるのは確かだな。素性を明かすことは他人を信用する道につながる。まずは俺から名乗るとしよう。俺は指導スバル、警部補だ。警部補？本物？当然だ。この通り警察手帳もある。へえ、すごい。本物初めて見たよ。非番でその格好はねえわな。警備か何かってところか。ああ、オープニングイベントの警備を指揮していた。おいおい、それじゃあ何か。こんな状況を招いた元凶が勇者様の一味なのかよ。まあまあ、ここで私たちが争っても何も始まりません。落ち着いていきましょう。私は浦部君丸と申します。職業はご覧の通り占い師です。ではお次はあなたですね。
ネオシコータ無職。うわ、暗っ。次は僕の番だけど、僕は名乗らなくてもわかるよね。テレビで見たことあるでしょ。いや、申し訳ありません。私も世俗には少々疎くて。テレビに興味がない。ああ、見たような気はするんだが、悪いな。この先必要ないと判断した知識は頭から抜けちまうんだ。嘘でしょ、人にも？うわ、ショック。少年時代ジュニア知らないの？一応今日のイベントにもゲストで招かれてた芸能人なんだけどな。